出水市の鶴のねぐらから高病原性の鳥インフルエンザウイルスが新たに検出されました。今シーズンの鳥インフルエンザウイルスの検出は県内では4例目となります。出水市の荒崎干拓地では今月17日に野鳥の糞から高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたほか、13日と20日には鶴のねぐらの水からも検出されています。県によりますと、同じねぐらで採取された水を調査したところ、昨日高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。鳥インフルエンザウイルスの検出は今シーズン4例目となります。県は引き続きウイルスが検出された場所から半径10キロ圏内の野鳥の監視を強化するとしています。